ここはどこだろう。2021年の11月28日。私、タイムスリップしちゃったのかな。お父さんとお母さんの姿も見当たらないし、このまま元の世界に戻れなかったらどうしよう。千尋、千尋、誰？千尋、ここだよ。どこ？ほら、ここだよ、千尋。ん？ほら、ここだよ。ん？え、ないないない、何？大丈夫？千尋、来たよ。いや、呼んでないし、誰？裏口を叩くな。私のことは悪様と呼べ。なんか初対面からすげえ偉そうなんだけど。噛んでるし。君は異世界に迷い込んでしまったんだ。この世界のものを食べないとそなたは消えてしまう。あとそなたの父と母は豚になった。え、何10歳の女の子相手に衝撃の事実さらっとぶっこんできてんの。容赦なさすぎだろこいつ。オス豚とメス豚だ。どういう気持ちで言ってんのそれ。怖っ。なんかポルチーニだけみたいな頭してるし。もうこいつとは絶対関わらないようにしよう。千尋、千尋。てかなんで名前知ってんだよ。怖すぎだろ。千尋。どうしたの。私をここから降ろして。うん、なんか怪しいから嫌。私をここから降ろさないとそなたは消えてしまう。なんかさっきと言ってることちげんだけど。あなたは郵便だ。あなたは誰？そこで何をしているの？私のことは白様と呼べ。そなたのことを探していたのだ。私のことを？そう。そなたが元、無事に元のせ、無事に。そう。そなたが元の、無事に元の世界。そう。そなたが無事に元の、そう。そなたが元に無事に世界。そうだ。ご飯を食べてなかったろ？そなたの元気が出るように、まじないを込めて作ったんだ。いい。いらない。食べたくない。ほら、お食べ。そなたの元気が出るように、まじないを込めて作ったんだ。BLT ロール？ほら、お食べ。いらない。欲しくない。てか、なんで BLT ロール？ミスマッチ感えげつな。未来の白だからね。千尋も塩むすびじゃ満足できないだろ。ほら、お食べ。いらない。いらないってば。ほら、お食べ。お食べ、白。あ、千尋。ほら、お食べ。噛んで飲みなさい。いや、今思うよ。大丈夫。噛んで飲みなさい。ほら。お食べ。吐く。本当に吐く。吐く。本当に吐くから。お食べ。吐かない。ほら、お食べ。噛んで飲みなさい。ほら、おかわりたくさんあるから。ほら。